キャミオートモーティブはカナダにある自動車製造会社である。ゼネラルモーターズのカナダ現地法人である、ゼネラルモーターズカナダとスズキの合弁で設立されたが、2009年12月に GM の完全子会社となった。キャミは1989年に GM とスズキの自動車製造の協業を目的として、カナダ・オンタリオ州オックスフォード郡インガーソルに設立された。 設立時の出資比率は GM カナダと鈴木がそれぞれ50、50である。設立に至った経緯として北米での自動車市場の変遷とニーズの変化があると言われている。1980年代には燃費の良い日本製をはじめとした小型車が著しく台頭してきていたが GM ではサブコンパクトカー製造のノウハウが薄かった。そこでグループ企業であった。 鈴木の持つノウハウを活かし、内政で小型車を製造するための企業として、キャミを設立したと言われている。同様の理由により、GM にトヨタ自動車の看板方式を導入するために、設立した、ルミ、小型車製造の新たな手法を確立した、サターンも、同時期に立ち上がっている。キャミの生産する車種は、当初小型車の製造がメインだったが、近年では、 ゼネラルモーターズのシータープラットフォームを使用した中型クロスオーバー SUV の製造が主となっている。2009年12月に鈴木の保有するキャミカブを GM が取得することが発表された。すでに両社は資本提携解消などを順次進めており、これで鈴木と GM は完全に関係が切れることとなる。ありがとうございます。